ルイーズコレルイーズこれは、フランスの詩人。エクス・アンプロバンスの郵便局長の娘ルイーズ、ルボワルとして生まれる。若くして死に才能を示し、地方のサロンで評判を取った後、1835年に、フルート奏者のイポリットコレと結婚。パリに移り住み、フランソワルネド・シャトー・ブリアン、サント・ブーブ、ピエール・ジャンド・ベランジェといった。 有名作家に働きかけて自身の詩集の推薦や助成金、文学賞などの支持を得る。1838年からは哲学者ビクトル・クザンと愛人関係となり、クザンは政府に働きかけて彼女への補助金が降りるよう便宜を図った。後に生まれた娘アンディエットは愛人・クザンとの間に生まれた子供である。その奉仕な生活は、 パリ中に知られていたが彼女自身は世間を気にせず、1846年には、まだ無名であった25歳のギュスターブ・フロベールとパリで知り合い、11歳年下の彼と新たな愛人関係を作った。この関係はフロベールが彼女に絶縁状を送りつける1854年まで続き、その間にもこれは新たな愛人を作り続け、そのことをフロベールにも隠さなかった。 彼女が流した浮き名の相手には他に、アルフレッド・ド・ビニーやアルフレッド・ド・ミュッセなどがいる。前述の絶縁上は、彼女があまりに自分の生活に介入しようとすることに対し、フロベールが起こったことから書かれたもので、これはこのことで、フロベールを恨み続け、自作の中で彼を登場させ嘲笑の的にした。これは1876年にパリで死去した。ありがとうございます。